Okay.
Nossa, que pá. Dai, devo, ok, arigato. いいね、バッチリだ。しばらくよ、これが。しばらくよ、これが。みんな楽しんでるよね。何秒上がったわけね。何発？合計4発。みんなも花火投げてね。みんなも投げてね。はい。
花火ありがとう。いやー最高。あきゅうびさん、たくみさんどうも。おー、しまんちゅうさんありがとう。しまんちゅうさんありがとう、花火。ありがとうございます。お、いった。花火ありがとうございます。長い長い長い。
花火ありがとう、キューピーさん。皆さん、キューピーさん、フォローよろしくお願いします。花火ありがとう。みんなありがとう。本日のライブのお相手をしましたのは私たち前交渉ラインでお届けいたしました。
最高ですね。今何発？今ですね、ちょっと今休憩で、今僕60発です。60発で33発。お前が飛ぶぞってお前。60発 VS 33発ですね。60発と、33。よいしょ。ありがとうございます、皆さん。60発です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。キューピーさんありがとうございます。ハッチありがとう。ね、花火投げてくれた人紹介します。酔っ払ってきたな、珍しく。ちなみに僕風邪っ引きです。風邪っ引きです。食べよ、お父さん食べよ。みんなキューピーさんフォローよろしくね。キューピーさん今億万長だ。花火4発あるぞ。じりじり追い上げてきた。4発ね、プラスプラス4だから37発。あのハルバルの時も勝ち負け取ったりとか、後で追い上げた。めっちゃ追い上げて。嘘。じゃあ俺酔っ払ってんだけど大丈夫か。珍しく先ぐねんぐねんに一気した後に。これがうまい酒。これがうまいね。うまい。これがうまい酒や。うまい酒、うん。めちゃめちゃうまい。やっぱ誰と飲むかだな。そう。誰と飲むかだな。お疲れ様です、エミネムさん。キューピーさん、授業で成功したらしいよ。授業が大成功したんだって。うん。だって俺、沖縄の地半分流れてるもん。ファンタスから勝負。おー、ファンタスー。何発？今ね、47。47？追い上げるな。47？ マジか。大丈夫か、これ。大丈夫？和道花火師。花火詰めてきた？花火詰めてきた。捨て頃で負けて、対決でも負けたくねえぞ、俺。ありがとうパンダさん、ありがとうパンダさん、ありがとう。はい、どうぞ。何発？ 45。43やったら今。じゃあ57、47だった。あ、48や。48。パンダさん。あ、グレート、ありがとう。お、何発？ありがとう。何発？53。53ね。53発。こっちは？うちは66発。ありがとう、66。まだ勝ってるよ、まだ勝ってる。キューピーさん、ありがとうございます。キューピーさん、ありがとうございます。キューピーさん、ありがとうございます。はい、みんな、キューピーみんなキューピー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 さんありがとうございます。はい、どうぞ。うまいね。ちょ、これ石垣牛の寿司。そう、やば、うまい、やばい。いただきます。あと、ワドちゃんが好きなこのエビ、カッキー、ありがとう。このエビ、カッキー、ありがとう。うまっ、うめぇ。ハッキー大好き。ハッキーありがとう。ハッキー大好き。うまっ。今何発？今開けてる途中だから。もうちょい待って、止まってから。みんな向こうのラップ見ながら、いけそうやから。ありがとう、ハッキー。いけそうやから花火が出てるんだね。分かった。ありがとうございます、キューピーさん。キューピーさん、ハッチありがとう。俺はここちゃんと寝る。みんなキューピーさんフォローしてね。キューピーさんフォローバックしてくれるから、キューピーさんフォローしてください。まいこちゃん、こんばんは。みんなキューピーさんの枠遊びに行ってね。ハッチはもあれだよ、
キューピーさんが来るまでうちのナンバーワン花火師だったから、ナンバーツー花火師だから。惜しいよ、俺が。ハッチは。ありがとうございます。今ね、俺70発。ありがとうございます。70なんて楽勝やろ、お前。閲覧何人？俺317。もう一つくらい多くない170。閲覧ではダブルスコアで勝ってる。ほんまに。閲覧ダブルスコア。ありがとうございます、キューピーさん。ハッチもありがとう。みんなありがとう。みんなありがとうね。みんなのおかげでいいお酒飲めてるよ。みんな大好き。うん、俺もフォローしてね、今ね。俺もフォローしてね。ハッチさんは和道財団の株主。和道財団の理事。ありがとう、パンダさん来た。パンダさん5発ありがとう。沖縄楽しむよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね、パンダさん。ありがとう。パンダさんにパチパチ、キューピーさんに、ハッチさんにパチパチ。すげえな。銀猫も一発いっとこ。銀猫も意地見せよ。みんなよろしく。みんなありがとう。こんばんは。ちょっと酔っ払ってる俺。酔っ払ってるわ。うまっ。花火対決やんの初めてだわ俺。うん、断ってたの。なんか俺言うけど、ゆうくんに勝ったの。ゆうくんに勝ったのすげえな。ゆうくんに勝ってたんだ。ゆうくんが、うん、まだそこに出てないか。うん、いや今勝ってます。ゆうくん今ですね、俺が75発、テルが53発で勝ってます。ありがとうございます、キューピーさん。だね、あと2時間あるんで、あと2時間でどうなるか。パチパチ山ありがとう、うん、銀猫も見てくれてありがとう。はおい、ゆかちゃんありがとう。ゆかちゃんありがとうね。ゆかちゃんありがとう。ゆかちゃんありがとう。ありがとうございます。いいね、1.5 倍ぐらいで勝ってる。てか楽しいね、なんかあの生ライブ。やばい。これ何もう終わりなの？何時間に1回いるの？うん、いいね。ありがとうございます。永井先生今何発上がってんの？永井先生のマンスリー教えて。永井先生のマンスリー教えて。みんなありがとうございます。本当に皆さんのおかげでいい思いできてます。本当ありがとう。酔っ払ってます。やべえ、調査が進む。えみこさんありがとう。もしよかったらみんなフォローしてね。バカプレゼントありがとう。鈴木みーちゃん、みーちゃんかな、これみーちゃんありがとう。うん、紫芋料金いい値段するでしょ。生ライブだもん。いい店だよ。ほんとおいしいよ。料理すごいおいしい。高級店でしょ。高級店。ありがとうね、バカありがとう。ニャコハートありがとう。いつもありがとう、ニャコ。みんなありがとう。グレートありがとう。お、グレート来た。グレート何発？何発グレート？フォアパーありがとう。おっ、来た来た。合計何発だ？前60です。60？追い上げてきた。60。まだ余裕、まだ余裕。16発。16発だと。あと16発だ。いや余裕っしょ。余裕やってさ。余裕っしょ。余裕だよね、みんな。16発差だよ。余裕だよね。逃げ切れるよね。青山体力は
青山財団どうなってんの、青山財団青山財団どうなってんの、永井先生何発、永井先生16万だから。俺ビール、オリオンビール、オリオンビール、うん、すいません、俺今日はオリオンナイトだから。はい、うん、マコヤンいらっしゃい、みんなフォローしてね、よろしく、みんなフォローしてください。ふわっち、あ、ファンタスがいた、沖縄楽しんで、みんなで一緒に楽しもう、うん、楽しいっていうか酔っ払ってる、珍しく。どんどん食べて、泡盛食べてね、飲みやすい泡盛一緒に楽しもう、父ちゃん飲みやすい泡盛で、ガンガン飲もう。バカありがとう、マコヤン、マコヤンありがとう。永井先生83発負けてんな永井先生、永井先生超えるか、今日は永井先生超えるか、伝説起こすか、沖縄ならでは。じゃあ、本日は中井先生、超えよう、伝説作ろう、伝説。なんかロンドカンドソーみたいな感じや。風船ありがとう、のぶきよさん、のぶきよありがとう、嬉しいよ、気持ちが嬉しい、ありがとう、花火。おおもう巻くんちゃう、おわかる、75。うわ、なんだ、ありがとう、並んだわ、並んだんだよ、並んだ。まだマルクさんもいない、みんなキューピーさんフォローしてね、キューピーさんも放送やってるから、うん、みんなキューピーさんフォローしたら、フォローしましたって、あの失礼します、はい、ビールです、ビール俺、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。風船ありがとう、ブルースリーさん、ブルースユリーさんありがとう。でもなんか泡盛っていう味が、やべえ、ラフテーうまい、すいませんすいません、ラフテーのこれもう一つください。ラフテー3缶でよろしいですか、3缶で、はい、ラフテー食べた、泡盛ってやつを食べよう、食べよう、うん、一緒に楽しもう。ありがとう、ミュール。ファンタスティック、ありがとう。うわ、マジか。何発？あと、10発？ま、いつ？やべえ、まくられた。和道財団。ファンタスティック、ありがとう。マジかよ。え、何個？95。え？こんな簡単にまくられるの？ケーペー。え？こんな簡単にまくられんの？ちょっと、ちょっと捨て頃でも負けて、俺ここでも負けんの？ちょっと待って、ちょっと待って。キューピー。え、お前キューピーさんバカにしてんの？キューピー。キューピーさんバカにしてんの？ちょっとマジかよ。マジかよ。風船ありがとう。風船ありがとうね、そうそう。あ、いいと思って。はい。マジかよ。何と？98。やばこいつ、すげえな。え、負けるの俺。この。リスナーの数では俺250だから。負けたらこれ全敗。ハードありがとう。え、これ全部負けたら、はい、8ありがとう、4発ありがとう。8、ナイス、8ありがとう。まず負けたらこれ全敗。いや、ちょ、負けた方が払うの。負けた方が払うの。負けた方が。ちょ、前絶対勝てない。ちょっと、俺、こんなのさ、負けたら全部払うってさ、無理なんだけど、ここ高いぞ。この花火の全部消えるぞ。ちょ、頼むわ、みんな。もう今月今日、元気玉で。ありがとう、ゆかね。ありがとう、美味しいよ。ありがとう。ちょっと待って、ここ俺、マジかよ。ここ払うのきついって。ここ払うのきついって、マジで。マジかよ。花火ありがとう。いや、今日、
もうね、今月の、あの、残りの月考えなくていい。ありがとう。マヌカさん、ありがとう。マヌカさん、ありがとう。みんなもう、月末のこと考えなくていいです。もう、月末のことを忘れましょう。もう今日だけ勝たないとやばい。ミエル、ありがとう。ミエル、ありがとう。今何発？初見さんありがとう。やべえな。みんな頼む。今日負けらんねえわ。今日負けたらやばいわ。どうした？フォローありがとう、みんな。フォローありがとう。いや負けらんないよ。いやマジでやばいから。みんなちょっともう頼むわ。力貸してくれ。マジで負けたくねえ。負けたくねえわ。リスナーが倍いるのに恥ずかしいだろ。俺4年もやってんだぜ。てる勘弁してくれよマジで。てる何年目今？最初1年半。ちょっと1年半かまだ。悔しいわ。ありがとう、ハチ。ハチクール、ありがとう。今何発？ちょっと待って、止まらねえな、向こう。強えな、向こうのリスナー。向こうのリスナー、マジで、不定な。何発？ありがとう、ベイビー。114。マジかよ。ライブ終わりなんだ。BGM どうしよう。海の声バック。ドラムやってるんで絶対壊さないですけど絶対大丈夫です。歌う気だぞ、あのバカ。あのバカ歌う気だぞ。あのバカ歌う気だぞ、あのバカ。あのバカステージ上がったぞ。誰も求めてねえのに。あのバカ、あのバカ。いや、和道財団ちょっと頼みます。和道旅団頼むよ、みんな一発ずつ花見投げて頼む。マジで頼む。負けたくない、こいつに負けたくない。あれ歌わないの？ちょっと待って、ありがとう、パンダさん、ありがとう。パンダさん大好き。パンダさん、ありがとう。パンダさん、ありがとうね。お酒をいっぱい飲ませろ、それからやばーか。あと24発か。それからやばー。あと24か、開いたわ。歌うけど、もっと花火なりやると歌わへんやばーか。ありがとうございます。ラフテーラフテーうまい。ラフテーうまい。パンダさん大好き。うまありがとう。起きた。パンダさんが追い上げてきた。パンダさんありがとう。パンダさんありがとう。イエーイ。花火追い上げてきた。和道財団の皆さんよろしくお願いします。いいね、パンダさん、ここで見せてくれる。ありがとう、パンダさん。パンダさん、ありがとう。大好き。ハッチ、それだよ、ハッチ。ハッチ、ありがとう、もう。やったよ。もう負けたくねえよ、俺4年やってんだぜ。1年半のテルにもう2回も3回も負けたくねえわ。
気すごい。みんなケンピー、そしてキューピー、少しでもいいよ、もう一発でもいい、一発でもいい、今日花火対決だから。あ、そうなんですか。一発でもいい。そうなんですか。もう月末まで撮っといてた花火とかをじゃあ今日使おうって感じで。あっちありがとうね、パンダさんありがとう、キューピーさんありがとう。歌えるか。じゃあハッチは意地があるから、お前ぜ、お、来た、マキルありがとう、マキルありがとうね、マキルいいよいいよいい、ナイスナイスなタイミング、ナイスなタイミング、ナイスナイス、追い上げてきた追い上げてきた、マキルマキルマキルいいよ。永井先生ちなみに何発よ、永井先生何発、長井先生もこの勝負に入ってるから。長井先生も入ってるからだって。今何発？ハッチ来た、ありがとう。ハッチ5発、ありがとう。ハッチ大好きだよ。ハッチいつもありがとうね。俺ハッチやったらキスするから。長井先生何発？みんな見てきて。長井先生何発？ミュール、愛してるよ。ミール、ミール今度あれだわ、チューしてあげる、ほっぺたに。ミール大好きだよ。長井先生、ちょっと待って、ちょっと待って、俺ら長井先生に勝ってるから今。長井先生に勝ってるから、ありがとうありがとうありがとう。ミュール、ラブリー、俺のミュール、超ラブリー。長井先生勝ってる、ありがとう。いいね、俺とテル今勝ってるけどテルに負けてんだよ。いや今日はデイリーナンバーワンの時では、頼む、みんな一発ずつ頼むわ、一発ずつ、一発ずつ頼むわ。あれ酔っ払ってんな俺。佐藤さんって佐藤さんだよ。大阪ではあんまり有名な人。頑張ったら、まあ、あの子なりね。よろしくお願いします。今日もじゃあもうここ花火だな、花火だけないと嬉しいし、バケンドは嫌だけど、この場合多分酔っ払ってると思う。多分どんなホテルだろうと思う。俺が酔っ払いまでこう会ってきた時を思い出しますね。大丈夫だよ、大丈夫だよ、なんでこの時期したんだよ。ありがとうございます。ありがとう。あ、ハッチさんありがとうございます。すみません。どうもありがとうございます。でも全然負けてますよ。ハッチさんありがとうございます。頑張ってるね。でも負けてますよ。あ、ごめんね。あの背頃ボコボコにしちゃいました。すみません。ちょっと潜ろうかな。ああ、全然。で、また帰ってくる。ファンは、ファンたちが、5発あります。全然待ってます。掘る。はい、来ます。ちょっと待って。おお、来てる来てる来てる。いいね。煽る。煽っといた。煽った。めっちゃ煽った。煽られた。めっちゃ煽った。おい、うちのかわいいかわいいハッチを。100、おお、勝ってる。え、勝ってんじゃん。すげえ、何、トイレ行ってる間に勝ってんだけど。めっちゃ煽っとった。え、ちょっと、あの、夜のミーティングで放送券で煽り方教えてくんない？俺、下手なのかな？めっちゃ煽っとった。俺、煽り方下手なのかな？120だね、俺。打てるわ。117。3年前とかも来てるんですよ。煽り方わかんねえかんな。和道旅団は本気になったらやばいよ。普段おとなしいけど凶暴だから、ね。大丈夫、いらへん。いるいる。うまいぞ。エビ。
AB。 一回こっち抜けてるんですよ、見えたんだ。AB。 ややこしいね。ややこしいです。うまっ。食べたな。ちょっと生活でもあんまりこれ言えないですけど、とりあえずあと2発トントン、トントン、トントン。ハートやドッキンキュー。遅刻したくないから、ね、仕事は大丈夫なんですか。何とかなるかも。負けたくねえ。何とかなるか。負けたくねえわ。雇われ会社員の役社員だから何とかなるか。どうだろうな、今180、今何人、今マジかよ。今閲覧何人だ。279。閲覧は勝ってるのにな、いつも閲覧勝ってるのに、なんでかな、マジで。でもマルキューさん不足でのこれ。あ、そっか、マルキューさん来てないの今。マルキューさん抜きさんと、あと、お、来た、カチュー待ってたよ、カチュー大変なことになってんだから。カチュー、カチュー、花火順発ありがとう、ハッチは、やば、本気出してきた、本気出してきた、ありがとうございます。カチュー、ハッチー愛してるよ。カチューハッチ愛してる。ハッチさん順発ありがとう、カチュー。やべえ、和道ファミリーやっぱ強えわ、和道ルナ。ファンタスティックありがとうございます。ファンタスティック来た、ファンタスティック来たよ今さ。いや、あ、ちょっと待って、ありがとう、カチュー、カチューありがとう。やべ、全然。おー、すげえ、ゆかねえ、ありがとう、ゆかねえ、大好き、ゆかねえ、ありがとう。ねえ、最近来たリスナーさんなのに、ゆかねえさん。ありがとうね。ありがとう。酔っ払ってるよ、珍しく。こんな酔っ払ってるの珍しく。今何発ヒカルくんのモノマネしたら、じゃあ花火くれんの。ヒカルくんのモノマネしたら花火くれる。もっと早く出会いたかったわ。いや、花火上がるんだったらもうずっとヒカルくんやるよ。やべえっつぇ、テルやべえっつぇ、つぇ、マジでつぇ、120発とか上がんねえからマジで。でも俺負けてねえから、131発上がってる。キュービーさんとは、マジで、うちの顔やばいから、花火師、かっこいい、やばいっすよ。おい、テル、おい、お前、なかなかやるな、お前、マジで。バンさん、沖縄来てくださいよ。バンさん、やばいっすよ、楽しいっす。負けてるっつうか、やばいっすね、向こう強いっす。今、うちが133発、来たー、来た、カチュー。カチューありがとう、134発。ありがとうございます。今僅差っすね、今僅差。ヒカルの音の声が聞こえづらかった。聞こえるっしょ、アビ、アユ、聞こえねえの。アバーガーありがとう、花火ありがとう。あ、来た、キューピーさん来た。キューピーさんが花火連れてきた。やっぱキューピーさんが暴走してる。めっちゃ買いまくった。やばい。キューピーさんが切れた。やばい。キューピーさんが本気出した時、みんなキューピーさんフォローしてね。キューピーさんフォローしてね、皆さん。で、キューピーさんフォローしたら、返信で、あの、リップで、キューピーさんフォローしましたよって言ったら、キューピーさん全部フォローバックしてくれるから。やっべえ、キューピーさんが本気出した。ワニョン君、今日はね、50発しか上げないよ。って言ってたんです。キューピーは50発しか上げないからね。でも、ワド、みんなで頑張ろう、ワド君。俺は、閲覧150超えたら50発上げるから、あとはみんなで頑張ろうね。もうこれ本気だよ、本気。50発投げたんだよ。和田くん、
負けるわけにはいかねえよっつってキューピーさんありがとうございます。はい、じゃあみんなで行こう。はい、みんなみんな窓リスト行くよ。キューピー、はい、ケピーならぬキューピー、みんなでキューピーしよう。キューピーさんありがとうございます。みんなにね、みんなキューピーさんフォローしてください。キューピーさん花火連チャンありがとうございます。ありがとうございます。やべ、こんな酔っ払ったの初めてかもしんない。はい、しなやばい、しなやばい。あー、サボッチさん、サボッチさん、キューピー、サボッチさん、キューピー、サボッチさん、いらっしゃい、楽しんでってね。永井先生に勝ってるからね。おー、BMA さんも、BM さん、A さんもありがとう。みんなありがとう、みんなありがとう、みんなありがとう、みんな大好きだよ。ガンガン酔っ払うからな。みんな大好きだよ。飲むよ。飲もう、飲もう。みんな大好き。みんな大好き。うん。キューピーさんにフォローしましたよって、リップ送ってください。カチュー、カチュー、ナイス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 。カチューナイスだよ。カチューいいよ。カチューいいよ。ありがとう、キューピーさん、本当、ありがとうございます。キューピーさんは負けるのが大嫌いだから。みんな大好き。お、そうそう、ハッタ、風船ありがとう。風船ありがとう。沖縄の、みんな大好きだよ。みんな大好きだよ。お、ゆかねえ。ゆかねえ。ゆかねえ、ありがとう。愛してるよ。ゆかねえ。ゆかねえ、ありがとう。ワード2、花火対決やってます。みんなフォローしてね。フォローしてね。うわ、すげえ。ありがとう、マセさんまで。マセさん、ありがとう。やべえ、超泣きそうなんだけど、俺。みんなありがとう。気持ちが嬉しいわ。気持ちが嬉しいわ。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。沖縄っぽい。飲もう。もうザ・沖縄って。ありがとう、特命さん。初見だけど愛してる。アンチも今日はアイスよ。初見もアンチもアイス。みんなフォローして。みんなで沖縄楽しもう。伝説作ろう、伝説。今日。伝説作ろう。初見さんありがとう。愛してるよ。ありがとう。匿名さん来た。カチューありがとう。カチューありがとう。カチューありがとう。塩辛好き。塩辛大好き。ありがとうございます。ありがとう。デイリー行くんじゃない今日。デイリー行こう、デイリー行こう。スクーガラス豆腐って言ったら。え、スクーガラス豆腐なんだそれ。塩辛の、うん、塩辛好きな人がいるんですよ。大好きなんだ。皆さん、悪魔のキューピーさんフォローお願いします。で、キューピーさんをフォローしたら、フォローしましたよってかい、やると、フォローバックが来ますんで、キューピーさんから。キューピーさんの放送もよろしくお願いします。全部返してますよね、キューピーさんは。すごい。今、対決。ステゴロよりバッキバキに殴り合う。大丈夫？皆さんいらっしゃい。初見さんぜひフォローしてください。317名さんいらっしゃい。うわ、来た。ファンタスティック。ファンタスティック。やば。126? どんだけ今100な126 120俺150 26発だ。バーガーありがとう、マコヤマコヤありがとう。ファンタスティックから来た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 。え、ファンタスティック10発10発140 140? うわ、これやばい、これやばい、これ硬い、硬い、マジかよ、硬い、硬い、来た、これやばい、わ、マジか、これやばい、300発だけ出てきた、うわー、来た、これやばい、これやばい、硬い、はい、硬い、はい、ありがとうございます、これ硬いわ、うわもう最悪、最悪、最悪、嘘、300発だった、300発だった、えー、
え、ちょっと待って、今何発？あ、もう止まんねえ、買った。あ、来た。買った。12時までです。これ買ったわ。夜の12時までなんで、あと1時間半です。買ったわ。うわ、最悪。これ買ったわ。はい、どうぞ、ピー。買ったわ。これは買ったわ。すごい、あれ、ファンタジーからどうぞ。これ全部ファンタジー。どうぞ、ピー。ペペーあ止まるまで待つわ。キューピーお前キューピーさんバカにしてんの。キューピーお前キューピーさんバカに、ハッチとキューピーさんバカ。キューピーハッピーまだかどうぞピー。全部10発サイになる。全部10発サイやば、1万円ごと投げてるわ。ナイスだぞピー。やばいやばい、やっぱ、これやっぱこれが、あ、持ったからやっぱ、100万やった。やっぱこれでやっぱ、あ、3パターンだ、だーナイスナイス、ありがとう。ハラブ10パターンだ、だーピーキューピーさん、ありがとうございます。キューピーさん、ありがとうございます。ナイス。ちょっと一回落ち着きません？一回ブレイクタイム入れない？一回ブレイクタイム入れません？一回カウントするためにブレイクタイム入れません？ブレイクタイム。あ、終わった。何だろう？ブレイクタイム。またで、この人もうまたでで終わったから。豆腐と一緒に食べる感じ。あ、そのままこういう感じですか？梅だけ食べると塩辛で辛いんですよ。これちょっと見せる放送に。辛い感じなんです。塩辛なんで、ちょっと辛いんで、豆腐と一緒に食べるといい感じで。ありがとうございます。230円。これ、何なのこれは。スクガラス豆腐って言われます。スクガラス豆腐。スクガラス豆腐。230発。キューピーさん、ありがとうございます。200、何？231発。ちょっと待って。50倍いった。ちょっと待って。50倍いった。230発。ちょっと待って。231発。で、俺が160発。やば。いや、ありがとうございます。花火ありがとう、キューピーさん。これね、イカスミの豆腐、小魚が乗ってる。美味しそうじゃん。ありがとうございます。キューピーさんありがとう。キューピーさんありがとう。これ相馬行くんだって、豆腐と一緒に。一人で10万掘ってた。マジで10万え、この一瞬で。この一瞬で。ものの1分で。ものの1分で。で、多分、キューピーさんが、俺に追いつこうとしたら来るから。多分、無理や。もう、キューピーさんと、この人の殴り合いになった。もう、多分、無理や。匿名さん多分、無理や、匿名。匿名さん。間違えて70発ことで。俺に70発くれた人だ。間違えて。90発。めちゃくちゃおもろい。マルキューさん来た。いやー、マムを最強の二人来ちゃったよ。勝ったわ。マジかよ。あざみんなみんな一発ずつでもいいから頼みかけて。やばいやばい、もうダブルスコアついちゃう。今何発何発、ちょっと待ってください。今何発取って。241。やば。僕が160発で、多分、これ泥沼の戦いになりますよ。キューピーさん。僕が160発、テルが141発です。で、多分、向こう、超太い囲いの、財団が2人いるんですよ。やばいっす。多分、泥沼で1000発ぐらいのぶん殴り合いになります。ふざけんなよ、ほんと。一年半の生主のくせに。いや、囲いすぎだろ。対決に乗ってきたらどっちよ。俺だけど。いや、ちょっと、キューピー財団とダックを組んで、ちょっと配信会争おうかなと思って。今、閲覧どれくらいか。閲覧は300、300。お、303。俺超えられてんじゃん、今。吸い取った。やば。花火の数で吸い取った。やば。やば。吸い取った。あと何分？ 1 時間半。やば。心？いや、俺は信じる。和道の隠れ財団がいるのを信じる。匿名財団。いや、俺は信じるよ。俺は信じる。揚げがうまいのも。ごちそうさまです。はい、こちら、ミミガーのピーナッツアイですね。ありがとうございます。ミミガーのピーナッツアイ来ました。
耳がのピーナッツです。やめて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 、ステボノボ花火も買っちゃうやつやめて。お前ほんと調子乗ってんだろ、お前お前調子乗ってんだろ。ステボノボ花火買っちゃう。いや強いわ、さすが100万稼ぐわ。うん、ここは誰が1万投げてますか。ここは今キューピーさんです。今キューピーさんとハッチの2対2です。2対2。2対2で負けてますよ。バックアップよろしくお願いします皆さん。マジか、心折れそうだ、ほら。え、もう余裕。今何発やる？今の合計カウント教えて。今の合計カウントは、うん、241ですけど。241？ ちなみにみんな当てて。さっきの特命さんが10発でパターンを当ててた。80発待ってて、フォロワーランキングで あの80発待ってて、ごめんね、やめて、恐怖のことさえやめて、ごめんね。あ、始まる、食べてる、食べよ、遠慮しなくていいから、ガンガン美味しく一緒に楽しい酒飲もう、父ちゃん、ガンガン飲んで、ガンガン食おう、祭りだから、うん、やべえな。いや食べるよ、全部食べる、食い物は残さん。これ何？アグー豚ビール、オリオビール。これは何？アグー豚。これ何？あ、ヤギだ。あ、ヤギ、これヤギ、ヤギの刺身だ。あ、タレにつけんの、うまい。食べな食べな、ヤギ、ヤギで島ラッキョなんだよ。ヤギを食おうよ、ヤギ癖あるね、うん、食べよ、うん、これつけな、これこれこれ。キューピーさんありがとうございます。キューピーさん花火ありがとうございます。あ、オッケーオッケー、分かった。キューピーさんありがとうございます。キューピーさんありがとうございます。キューピーさん50発しか投げないって言ったのにもうかなり投げてる。あとで俺入れてもらかった。そうなんだよ、すいません、どうもすいません。ありがとうございます。何食べたい、これはラフテーは。はい、はい、ありがとうございます。どんどんつまんね、遠慮しなくていいから。ありがとうございます。キューピーさん服かわいいでしょ、ファッションチェックやろうか。いいよな、これ弁当部やっとったやつね、これ。そう、エスニック系の、やっぱ南国系。うん、いいよな、うん、それだけ似合うとあんまおらへん。ただこれ買うときにこうちゃんなんて言ったかって言ったら、40歳のおばちゃんが買うんですよ。そこの服屋さんってパータスカイト、どうやば、キューピーさんありがとう。ありがとうございました。でも、カメラです。パータスカイト、どうも。あ、止まった、あの人来た。またあの人来た。やばおやばやば。291今何発？291 300ちょうど、まだ止まらん、まだ止まらん300ちょうど、300ちょうど、まだ止まらん。やべ、ダブルスコア、ダブルスコアです。まだ俺が180発、テルさ300発。まだか、どうどう、やべえ、ありがとう。ラス、キューピー、みんな一発でもいいから投げて、一発でもいいから、みんなで力合わせよ、みんなで力合わせよ、みんなでキューピーさんありがとうございます。みんな余力がある人は今投げて、はい、ありがとう、どう、多分もうめっちゃいっとる、多分無理やと思うで、やめたの、はい、341今341、ま、間に合わないかも。パタスケットドーン、
テルが言ってた通りだ、500は絶対行くって。俺は500ないと勝てないぞって言われた。500は余裕でないと勝てねえぞって言われた。テル。テルキャンピンリスナーなめんなよって。500ねえと勝てねえから、ワード。こういうことか。344。休憩しないもんね、もう一気に。テル強いな。500、もう要は500の余力がある。てか多分バースに1行くんだ。行くでしょ。あの月末は無理かもしれんけど、今瞬間的に行くでしょ。やば。ありがとうございます、キューピーさん。あれキューピーさんどこ行った？あれキューピーさんのコメント消えた。あった。みんなありがとう。キューピーさんありがとうございます。すいません。え、マジかよ、超悔しいんだけど俺。負けんのか。いや、なんで勝てると思っちゃった。いや、キューピーさん、キューピー財団が動き出したから。ありがとう、ゆたね。ありがとうね。ありがとう、もう限界、大丈夫だよ。ありがとう、ゆかね、ありがとうね。ありがとう、ゆかね、ありがとう。限界まで投げてくれてありがとう。ごめん、俺の力不足だよ。みんなありがとう。ナナさん、ありがとう、どうも、ピー。ありがとう。捨て頃終わってまた怒るやつとかやばいな。やべえよ。俺2回もボコボコにされた。誰だろう、誰か来た。誰か来た。ラピーありがとう、ラピー。ごめんね、ラピー。ラピーありがとう、超可愛かった。ありがとう、ありがとう、かずみさんありがとう。お土産買ったよ、いっぱい。ありがとう、みんな。どうだし。ありがとう。ありがとう、かずみちゃん、ラピー。ラピー一発やらせて。ラピー一発やらせて。わお、あらちゃんどうどう、ファンタスティックやろ、ピー。なんでファンタスティックタイムに変わってんだよ。おかしいだろ。ありがとう。354。レイリー行くんじゃん。レイリー行くな。なぜか、あ、まあでもまだ、あの、誕生日の時は25番稼いだ。強すぎ。引くわ。そう、二人でかたあの重ねた重ねたらやばいと思う。だってこことここでやってるからね。いや、酔い冷めるっていうか悪酔いに変わってきた。なんだ、悪酔い。悪酔い。負けた方が払うの？なんで負けた方が払うんだよ。お前ふざけんなよ、ほんと。負けた方が払うの、これ。わ、リコリコありがとう。ファンタスティックありがとう。うわぁ、もう、どんだけいるんだよ。じゃあ、明日。おお、ありがとう、ノノ、ありがとう。ノノ、嬉しいよ。気持ち嬉しいよ。ありがとう。マジか。でもさ、正直さ、ありがとうございます。どう？どうじゃね、あの、ダブルスコアだよ。180だもん。184。初めて、誕生日の時以来かなぐらい。マックはどれぐらい稼いだの？だから、これくらい、180とか。え？限界突破しよう。限界突破してこれなんだよ。いいやん、全然。全然いいやんじゃねえよ。なんで閲覧多いのにうち花火上がんねえんだろう。ダメなのかな、俺のスタイルダメなのかな、マジで。なんか、自信なくてよね。もうどうしていいかわかんない。リスナーは、ブルースコアかよ。金。こんなんに負けていいの？みんな。こんなん。金。こいつぶっ飛ばしてました。こんなんで、閲覧半分ぐらいのやつに、こんなん言われて。まあ、それが現実かな。どうなんだろうな。あ、これドリンクって何でしょう。いや、俺は閲覧も大事だと思うし、お金持ってない人も楽しむのも大事だと思うぞ。やっち。そろそろ歌おうかな。大丈夫？
勝利の。あと1時間15分か。はい。あと1時間15分か。さっき逆立ちしてましたよね。逆立ちしました。うわすごい。やるな。安定倒立なんですけどね。はいどうも。まだ上がんのか。これで飯食ってるんですよ。どう食いできる。ふざけんなよ本当。ごめんねみんな、俺の力不足で。ごめん。はいどうも。415。あれどうぞ。サラリーマン楽しそうだな。これマイクは入んないんですよ。414発184発えかんかダブルスコアどころないよこれ。ありがとう、ありがとう、かずみちゃん、ありがとう。かずみちゃん、ごめんね。無理しないでね。余裕のある人はください。無理をさせないでください。余裕のある人はください。いや、こういうこと。歌うの？あ、皆さん、ファンタジックありがとうございます。すみません。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。テルチャンピオンパレードと行きまして、どうもありがとうございました。はい。まだまだね、12時まで、ファンタスティック対決、あ、いや、花火対決でしたっけ。マドさん。マドさん、ちょっとこっち来てもらっていいですかね。すみません。いいですか。対決者の、ファンタスティックです。すみません。ありがとうございます。もう450発くらい上がってますけど、どうしますか。すみません。でもまだ12時までバレる。まだ1時間あるから。全然食べてるんですよね。食べてるんですよね。食べてますよね。うちのあれだから、うちの花火師はあれだから。そうですよね。じゃあ、歌っていただきましょう。歌う、前が歌え。なんかこれ誰かさ、引き出すいるわけねえだろ。アホだろ、あいつ。花見ありがとね、かずみちゃん。俺は諦めねえから。奇跡待ってるから。奇跡は起こすもんだから。286人。いや、ライフのお姉さんもう帰ったんですよね。なんでライフのお姉さん歌わせようとしてる。アホだろ。ライフ、アホだろ。もうすぎるな。俺また負けるの、こいつ。負けの美学とかなんかあんの？負けの美学とかなんかあんの？あ、花火来たっけ。キューピー祭壇の動き出したから。キューピーさんありがとう。キューピーさんありがとうございます。キューピーさん、10個単位で投げられますよ。プラスボタンを押すと10個とかまとめて投げられます。うん、いいよいいよ。限界な人はいいよ。限界な人はいいよ。うん、花火ありがとうございます。あ、いや、勝ったら歌うわ。勝ったら歌うわ。ただボロ負けしてっから。ビギンで恋しくて、はい、俺の一番好きな歌だわ。ビギンで恋しくて。花火ありがとうございます。キュービー、はい、キュービーさん、歌わさせていただきます。海の、ゆうびさんありがとうございます。海の声を歌いたかったんですけど、海の声が全然大丈夫。あれ、どこにあるか。あれは、あった。ゆうびさんありがとうございます。あったわ。海の声。ハチ死んだ。ハチありがとう。ハチありがとうね。ハチありがとう。聞きたくて、風の声に耳澄ませ。海の声が知りたくて、君の声を探してる。会えないそう思うほどに。ああ、了解です。ありがとうございました、キューピーさん。ごめんなさい。すみません、力不足でした。すみません、キューピーさん。
八丁目の前ラのつぶやき山のささやき君の声のより感じるんだ目を閉じれば聞こえてくる君のフルコーラスか。もっとかいつまんでやるの、かいつまんでやるんだよ、そういうのは。サビだけ歌うんだよ。なんでフルコーラスなんだよ。届きそうで今日もバカか。歌ってるお前の家じゃねえの。海の声に乗せてお前の家じゃねえんだよ。空の声が聞きたくてありがとう、若さんありがとう。声になんでフルコーラスなの。海の声が知りたくてアホだろ、君のアホだよ。声をアホ探してるアホアホ。お前のお風呂じゃないから、お前の家のお風呂場じゃないから帰ってきなさいよ。気持ちいいなこれ。うるせえよ。これ気持ちいいわ。腹立つあいつ。ありがとうノノ。ノノありがとう。諦めないよ。諦めないよ。これ気持ちいいからもう一回。もう一曲歌うバカがどこにいんだよ。帰ってこいよ早く。そろそろ怒られるから。やめなさいって。お前、歌っちゃダメだよ。な、飲む飲もう。うん。オリオン。すいません、オリオンビール2つ。これやばいわ。お願いします。全然、コメント出ないけど。はい、次の回、早く。すいません。フィナーレっていうことでね。帰ってきなさい、早く。一本一曲歌ってから行こうかな。あいつ、完全に調子乗ってるわ。恋しくて泣けどうなんだろうね。リスナーは金だと思って俺もやった方がいいのかな。なんか俺も分かんなくなってきたわ。俺もリスナーは金って言おうかな。なんかそれは悔しいじゃん。なんか何なんだろうマジで。分かんねえ。俺が今まで教わってきたことと違う。人は金じゃないって教わってきたんだけど人は金じゃないって教わってきたんだけど。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やべ、人は金じゃないよ。人は金じゃないよ。俺はまだ戦い続ける。人は金じゃねえよ。気持ちが大事だよ。ごめん、俺の気持ちが足りなかったんだよ。俺がリスナーさんの心つかめてねえのが悪いんだよ。いや、悪かった。ちょっとダークホースに落ちるところだった。人はやっぱ俺には絆あっから。4年間の配信人生でみんなと共有してきて。うるせえなあいつ、うるせえなマジで。うるせえなあいつ。一曲終わったら帰ってこいよ。いやー、つらい。つらい。あ、もう会見する。若すぎるから、若すぎるから、あらいかよ。マジかよ。領収書がある。うるさい、うるさい。時は心して平和の輪に満ちて和道で決めに送った時間が腹立つは俺が払うの。手に切れろ中のフォトグラフ。ここは払いたくね。笑顔は動かないけど、なんで負けたの。お前は払えよ。たまねきのしたて。初めて君と会える。お前が払え。暮らした駅を行って坂道を。俺が払うの。
人の流れを追い越して行けば、マジかよ。なんで負けた方が払うんだよ。俺払いたくねえ、なんか。気持ち悪くねえ。マジか。なんかすげえ嫌な金の払い方なんだけど。26,000円。なんで負けた方に払わせんだよ。ふざけんなよ、ほんと。26,000円。まず、26,000円。すいません、すいません、お願いします。でも、まだ追い上げあるかもしんねえから。あ、あれ？だったら金26,000円もらうかんな、全然。あと1時間、領収書切ったよ。ふざけんなよ、ほんと。480発。何発？300いっとるやんな。来てねえよ。だって。うるせえよ。400何発？400何発？480。いやもうマジで喧嘩売る相手間違えたわ。すいません、失礼します。はい。ちょっと待ってください。すいません。お前いくら稼いだの今、現時点で。この90分間でいくら稼いだの？24万。24万稼いだの？おめえが払えよ。なんで俺に2万5千円出させてんだよ。そこはやっぱ勝ち負けのあれかな。お前20何万稼いだの？24万。ふざけんなよ、ほんと。いや、マジでなんかだんだんイライラしてきた。あと20発で。なんなんこれ、マジで。俺間違えてたの、今までの4年間。明日の始めだったから。俺の4年間間違いだったのかな。一生懸命やってきたんだけどな。悔しいわ。悔しいわ、マジで。マジで悔しい。本当に、なんか。楽しいわ。なんだろう。俺、生き方間違えてんのかな、マジで。いや、飲むは焼け酒だわ。いや、イライラするわ。なんか、もういいわ、いいわ。やめよ、KB。楽しい酒飲もう。KB、KB、KB。KB。KB、うっす。KB。今何発だ？今、うるせえ、もう聞くな。いいんだよ。いや、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。なんか謝んないで。ごめん、俺が悪いんだよ。ビッグモンいらっしゃい、KB。なんかいいわ。KP。 うん、現実ってシビアだね。アウトですか？いやもういいから。いや、マジで切れるかもしれないから。いやいいから、いいもうやめてやめて。うちのリスナーさんいじらないで。大丈夫？いや、いいよ。本気出させようか。いや、いいから。本気出させようか。いや、いいから、いいから。いや、マジでいい。マジでいい。マジのやつ。ですら、180発。180は超えてるよ。180は超えてるよ。パルパルですら、今何発？ 197。さすがにパルパルには負けないよ。あ、楽しく飲もう。いやいや、俺も言うけど、最初の時、50で、32で、俺、俺も、これやばいことしたなと思って。いや、えらいことした。さすがにまずいかなと思って。いや、これ反省会でしょ。だけど、ちょっと頑張った。よくぞー、頑張った。いや、強い。強い。いや、俺も見つけるから。俺も、キラキラしたリスナーさん見つけるわ。いや。どこ行く次？キャバクラ行くか。いや、キャバクラ行けないよ、二人で。俺はホテル。
くで泣くから。ワンワン。ガスワン。いや、お前、ふざけんなよ、お前。お前、ふざけんなよ、もうそのガスワン。いや、こいつ絶対ドンペリとか入れる。絶対俺に当てつけてドンペリ入れる。絶対もう見えてるもん。ワドリドンペリになったやつだよ。うわ、もう最悪。最悪、本当に。お前っていうことはリスナーさんに50万負担させたの？うん。うん。YouTube からありがとう、匿名さん。ありがとうね、来てくれて。いや、ありがとう、みんな。ありがとう、気持ちが嬉しい。本当にありがとうございます、皆さん。俺でもそこありがとうね、ごめんね、なんか実力が足りなかった俺がもっと有名になるからね、みんなありがとうね、みんなありがとう、俺もっと有名になるから、頑張るから、いや、ありがとう。まだ足りないみたいで、うちのリスナーはまだ腹ペコみたいで、あのな、言うとったヒカルも、うん、対決した時に、うん、圧倒的になんか光るのがさ、有名なわけやんか、俺と光るから、うん、閲覧じゃないよな、知名度もないよなってずっと言ってたって。いや、あのね、そうなんだよ、アイラがさ16人ぐらいの枠で700万集めてるわけじゃん。何なんだろう、もう分かんない。まあ、分かんねえわ、配信奥が深すぎる、配信界は奥が深い。腹ペコなんだ、分かったよ。1時間あった。でも1時間あったら全然まくれるからな。いや、ダブルスコースですよ。うちのリスナー心折れてますから今。うちのリスナー心折れてますから今。プライドをズタズタにされて傷ついてるから今、閲覧が100人減ってるから。閲覧も取られてる今。何でも263。あ、負けてるわ。あ、いや強いな、うん、俺でも正味ずっと思っとったんだ、うん、俺、ワドーとコラボするよ、うん、俺、フォロワーってか持っていかれるなと思ってたっつった。持っていかれないね。いや、TBC は来ない。来るの、挨拶には。フォローしないで帰ってくる。中広美、うん。あのね、しかもね、お前のリスナーのところ羨ましいところは、あの、なんつうの、ノリを変えられるところ、うん、要はこういう花火投げるときはうわーってくるし、キラキラコメントのときキラキラコメントするし、逆ボケてるときは突っ込むし、うん、対応力がある、お前のところは。うん、いい、いい客層。いや、俺でもほんまでもワンダルとかで言われとったやって、いいのって言われて、何が、あの、一緒に映ってって言って、いい、絶対に撮られてくるって言って、俺、今回のマンスリーとかは、ショーミー、多分、負けると思ってたんだけど、いやいやいや、俺、マンスリーずっとしたよ。だって50位ぐらいからやっと26位にさせてもらったんだよ、みんなに。ハートありがとうね。チョコボールありがとう。ありがとう。50位だったのが26位に上げてもらったんだよ、みんなに。お前何位だっけ ?10 位。そういうとこだよ。本当に。お前らそういうとこだよ。姉とムチってやつかな。半年前
収入いくら、ふわっと。15万。リアル。15万。15万。先月いくら ?112 万。個人振り込み含めるといくら ?180 万。引くわ。180万。サクセスしたな。苦しかったの頑張ったもんな。苦しかった。苦しかったな。苦しいよな。自分の大切なものも捨てやんとあかんからさ。俺は配信始めて全部失った、うん、本当に全部失った。家族も仲間も昔の友人もあれだよ、放送見ててアンチ評論してきたからね。電話で全部失った。でも配信で今持ってるものね、今あるものは全部配信で手に入れたよね。ああすごいね、えぐいね。いやでもな、これが現実なんやって。自分の大切なものも捨てないといけないんだよ。だから彼女とかも家族とかも、うん、自分が本当に好きなものを捨てて、この仕事を、で、ほんまの仕事もそうやんか。もう何回悔しい思いしてきたかな。何回理不尽なこと言われてきたか。それでもやっぱ謝らないで、うん、俺が悪い、俺が全部悪い。だから俺は常々、俺が全部悪いってことは佐野が全部悪いから。俺かよ、なんで俺なんだよ、おい。あー、ありが、うお、ありがとうございます。お久しぶり、お久しぶり。誰、匿名さん、花火出発ありがとう。誰。ちょっと待って、誰誰誰。ちょっと待って、ちょっと待って、誰。いや、全然。お久しぶり、出発ありがとうございます。え、誰誰誰誰が来たの。ちょっと待って待って、これやる時も、これ、これの時も誰。ありがとう、ありがとう、匿名さんありがとう、匿名さんありがとうね、ありがとう。俺が言うことは決意よ。現場作業してたし、俺言うことめっちゃ傷と思うよ。でもそこに、そこに愛があるかどうか伝わるんでしょ、結局。要はそのどういう気持ちで言ってんのか伝わるんだよ、テルは。愛があるんだよ、愛が。ありがとうね、ありがとう。でもやっぱ花火勝負、花火勝負はでもリスナーさんあれなら負担かけちゃうな、めっちゃ負担かかる。だからこれはもろは、もろはだよ、ほんとだけど、こっちがやっぱただただこっちが美味しい思いだし、でもやっぱ リスナーさんの愛を感じる、まあ、瞬間でもあるよね。ある、うん、分かる。絶対か、ま、負けさせたくないっていうか、勝たしたいっていうか。そうだね、気持ちが強いんだろう、うん、すごい感じるよね。これ例えば負けたとしてもな、180、190上がることなんて、だって半年前あったかってないやん。ないよ、うん、だからそれだけ成長したっていう、別にイベントがあったわけじゃないじゃん、セゴロ終わって。そうだからそれだけやっぱりいい配信をしてきたっていう、ありがとう、だと思う。みんなありがとう、エア花火ありがとう。みんなじゃあみんなエア花火打って、エア花火打ってくんねえか、気持ちの分だけエア花火打ってくんね。もう花火いらん、エア花火を打ってくんね。エア花火弾幕にしてくんねえか、みんな。もう好きな分だけ打ってくれ、エア花火。これくらい本当は打ちたいんだっていうの、エア花火打ってこ。ありがとう。ミム、ミ、ミーちゃん花火ありがとう。かずみ花火ありがとう。ありがとう。特命さん、本ちゃんのファンタスティック花火ありがとう。ごめんね。ありがとう。
エアーでいいよ、エアーで。エアーでいい。もう追いつかん。残り時間がもう50分しかないから無理よ。ありがとうね、徳明さん。徳明さんありがとう。嬉しいよ。エア花火ありがとう、サボちゃん。ニャコありがとう。ありがとう。アンズさん花火ありがとう。ヒカルさん花火ありがとう。シーナさん花火ありがとう。ツーちゃん花火ありがとう。ゴンタ花火ありがとう。ゴンタ花火ありがとう。シマウマさん花火ココありがとう。ありがとう。ノノン花火10発ありがとう。アンズさん花火ココありがとう。マミさん花火ありがとう。花火ありがとう。ここでエア花火打たないやつ、ほんと歪んでると思うよ。ほんとに。ここでエアすら打たないの、ほんとに歪んでると思うよ。ほんとに。もういいよ。みんなじゃあ分かったわ。雑談たぬきに花火書いてこい。雑談花火、雑談たぬきと2チャンネルに花火あげてこい。みんなありがとうね。友蔵さんありがとう。リスナーわかった。ユールありがとう。進撃の富をありがとう。ナナさんありがとう。シマウマさん花火100個ありがとう。ボンちゃん花火ありがとう。サオリン花火ありがとう。花火ありがとう。きなこさん花火ココありがとう。ありがとうね、みんな。ありがとう。ありがとう。もうでも俺このまま帰りたくねえわ。ホテルに飲もう。飲みたい。今日とことん飲もう。行こうか。待って、これ全部飲むから。うん、みんなありがとうね。花火、みんな花火ありがとう。アオリンゴありがとう。アンズさんありがとう。シーナさんありがとう。みんなフォローしててね、もしよかったら。初見さんを。ユキさん花火1000個ありがとう。いや、稼ごう。配信会。俺らが変えよう。そう、後輩に夢見させよう、マジで。なあ。おい、聞いてんのか、お前。だって。うん、頑張ろう、頑張ります。ついてきます、頑張ります。力丸さん花火ありがとう。ののありがとう。フォローありがとうね、きなこさん。いや、強いわ、こいつ強い、こいつは強い、うん、俺も大好きだよ、ミエル。ミポリン花火たくさんありがとう。うん、どっちの方がじゃないんだよ。勝負事は、強いな。おー、花火ありがとう。おー、リコリコさん花火ありがとう。絶対に勝てるよ。うん、よろしくね、リコリコさん、これからも。ありがとうね。ありがとう。気持ちが嬉しいです。ありがとう。絶対、秘訣っていうか、いると思う。絶対負けない。アウリング花火ありがとう。ありがとう。みんなもう大丈夫だよ。普通に雑談しよう。絶対勝てる。普通に気持ちがいい。絶対に。そうだね。気持ちだよね。俺は負けないっていう。そうなんだよ。夢がやめても、喧嘩がやめても、全然勝てるやつは全然勝てるからね。そうなんだよね、気持ちなんだよね。でも、喧嘩だけじゃなくて、配信でも仕事でも何でもそうだよね。絶対負けたくない。そう。こいつだけは絶対負けたくないっていう気持ちは絶対に。それに、例えば閲覧とか、まあ、花火の勝つとか、稼ぎ、収入、負け取ったとしても、こいつは絶対負けたくないっていう気持ちが、3年後かあるよ、ね。次の次とか、次の月とか何年後何十年後だったら変わってくるんじゃないですか。ハッチ花火たくさんありがとう。いや、俺本当にそうだと思うよ。気持ちとか言葉なんだよ、やっぱり心っつうか。どの世界でもそうなんだよ。勝ってるでしょ。でも言ったけどマサヤってあったやろ。マサヤで勝ってるでしょ。ずっとあの先月先々月勝ちたかったけど負けたけど負けて悔しくてやりたくて頑張って。分かった。じゃあ俺今日ホテルに戻る前に浜辺に行ってコンビニで花火買うから。俺の花火見ろお前ら。もう気持ち嬉しいわ、うん、お前らあのテルと、ね、飲んでそのままコンビニ行って花火買って浜辺で花火打ち上げてやるから。あ、了解です。すいません、はい、すいません。花火あるよ、花火あるよ、沖縄の海で、うん、食べな食べな、うん、
お見それしました。お見それしました。どうも。侮っておりました。今後とも末永くテルが何かあったら駆けつけようと思ってるんで、こいつとは本当にリングで語り合って年齢も全然違いますけど、本当に友達だと思ってるんで、数少ない僕も今後とも皆さんよろしくお願いします。本当に何かあった時に駆けつけなかったら僕のこと殺しに来てください。僕はテル大好きです。帰るか。帰るか。ハイツとか飲み行くか。そうか。とことん飲もう。とことん飲もう。とことん飲もう。いい言葉だ。すいません、遅くまで。美味しかったです、すごく。そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。朝まで沖縄は長いんで、全然。で、はい。ごめんね、窮屈だったでしょ。ありがとうね、キー使ってくれて。すいません。ありがとうございます。いいよ、それ。こんなもんしかできないけどさ、これ、なんかさ、張りまくって友達とかでも宣伝した。宣伝して。この人しかどうぞ。いいよ、先出ちゃって。俺、荷物多いから。あと7発で、ただ一回ホテル行こう。いいよ。うん。荷物が多い。いいよ。生放送バージョンみたいな。で、どっちが売り上げ上げるか、こう飲みながら競ってたら、こいつ20万ぐらい、もう25万ぐらい売り上げて、要は見てる人が25万、50万ぐらい、半分僕らの取り分になるんですよ。で、僕20万のうちの半分の10万もらって、こいつ50万もらって25万収入を得たんです。この時間で106分で。これがお金だと見てる人が、あ、チャンネルのお金とか。そうです、そうです。あ、要は YouTube。YouTube みたいなことも、ね、あ、もしよかったら、YouTube で、このワに道って検索すると、YouTube で出てくるので、どうやったらよろしく、この和道っていうので、YouTube で和道って検索すると、僕がいかに悪いことをやってきたか、全部出てくるので、よろしくお願いします。はい。わかりました。お願いします。すげえ。YouTube とかよりニコニコ生放送とかの方が、なるほど。ああ、ありがとうございます。よろしくお願いします。はいはい、すいません、お探ししました。申し訳ないです。遅くまで。すごい。お疲れ様でした。ちょっと待って、荷物多いから。あ、そうなんですか。1年半後に多分、プレゼントくると思うんですよ。はい、お届けください。それまでで。はい。あいつ、生放送でね、100万稼いだんですよ。うまい。100何万稼いだんです。さっき、国際通りいませんでした。いました、いました。なんか青いものない。あ、そうです、そうです。あ、ですよね。はい。その、ドンキーのところでキャッチしてたら、はい、なんか、パソコン持って、やってたんで。それで、日本全国旅しながら、こう、なんか、ここ美味しいねとか、はい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 、ここの服かわいいねって、こう、着替えていったりとか、はいはい、なんか、地産地消というか、はいはいはい、そういうので、こう、日本中旅してるんです。ああ、なるほど。はい、ですいずれ世界も行きたいと思ってるんで、はい、ぜひ、一度見てください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、お探ししました。いや、全然大丈夫ですよ、はい、すごいっすね、なんかやっぱ時代が違うっすね。そうですね、本当に本当あれっすよね。時代だわ。これでもう一応もうすぐお金が入ってくるって感じですよね。もう申請したら稼いだ分だけ、一番稼いでる人で1ヶ月700万ぐらい稼いでます。はい、はい、それで何ですかね。よ、今年に入ってようやくご飯食べれるようになって、まあやっぱり1年2年ではやっぱりどうしてもって感じですよね。3年間無収入でした。ですよね。で、4年目で最近ようやくしていただいて、はい、はいはいはい、よいしょ。
みんなごめん、お待たせ。ちょっと待ってね、荷物多いから。みんな待ってて。あ、すいません。慌てないで、ゆっくりです。はい。はい。そうなんですよ、これを持ってもう日本全国回ってるんで、ですよね。だからさっき見た時、あれ服装変わってると思う。そうです、あのさっきまでは別の服着てたんですけど、そうなんですよね。でバンダナとか目ピアスもなんか買った。あ、そうです、そうです、そうです。その時におじの横にいたんで、あ、はい、なんだこの人みたいな。よく、はい、でもやっぱみんな、皆さん YouTuber って言いますね、あの、ね、YouTube が有名なんで、はい、生放送の方も、あの、盛り上がってきてるので。はい。はい。わかりました。はい。Google とかでも、あの、ワニ3つで、ワドって言うんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。忘れ物ないかな？大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。すいません。ごちそうさまです。ありがとうございました。はい、ごちそうさまでーす。いいお店。いいよ。はいよ。なんで負けた方が払うんだよ。勝った方が払えよ。500発いった。はぁ、あ、お前、25万稼いだの。ありがとう、サボちゃん。サボちゃん、ありがとう。ありがとうね。ふざけんなよ、ほんと。お前、いくつだっけ？ 25？ ありがとうございます。お前、俺が25、何発？ありがとうございます。あ、すいません。ごちそうさまです。お騒がせしました。すいません。何発？500発ね。俺、220発だわ。すごいね。すごいでじゃねえよ。ダブルスコアで負けてんだよ。すごいでじゃねえよ。なんで上から目線なんだよ、腹立つな。いやいやいや、220発だって上がるか。いや、いや、すごいよ。そう、すごいけど、うちのリスナーが全力を尽くしてダブルスコアだぞ。お前より倍近くリスナーいんだぞ。お前、煽ってるだろ、完全に。すげえな、あいつのリスナー。じゃあ、逆に聞きたい。何が魅力なの、青山の。え？あの、リスナーさんに聞きたいの。青山のどこが好きっすか？青山のちょっと好きだ。顔かよ、お前。顔で負けてんのかよ。勝てねえわ。勝てねえわ。最初から顔の話だったのかよ。ありがとう、匿名さん。顔の話かよ。顔なの？顔？顔か。じゃあ無理だわ。何食べたの？いや、食べたいって今飯腹いっぱいだわ、こっち。うん。もうとことん飲みてえわ。何を飲みたい？一緒に飲む？みんな、リスナーさん。俺、どこでもいいよ。うん。とことんのも。えい。いいね。よいしょ。ありがとう、匿名さん。いやー、テルはね、テルの苦しい時知ってるから、何にも変わってない。苦しい時と調子いい時と。何にも変わってない。そこがいい。調子にも乗らず、何も。私は和道さんが大好きです。俺も大好きだよ。みんな大好きで愛してるよ。愛してるよ。テレも愛してるし。うん。ちなみに、長井先生は何発？長井先生には勝ちたい。長井先生何発か聞いて。長井先生に勝ったなら俺それでいい。テレと一緒に長井先生勝ったっていう定義にするから。うん。いやあ、ありがとうね、みんな。気持ちが嬉しかったよ。ありがとうね。まだ上がるんかい！もうやめとけや！やめとけや、もう！まだでも10年以上まだ。まだか。あと40分近くあんの。あと40分あんのか。花火、おお、え ?9 発ありがとう、サボちゃん。ありがとう。じゃあ、キャバクラ来たい。俺、キャバクラっつうか、お前と語りたいな。配信論を。ホテルにこれ置かない？はい、うん。ホテルに。ホテル行くわ。ありがとう、サボちゃん大好きだよ。サボちゃんありがとうね。サボちゃんありがとう。ちょっと待ってね。花火の数。花火の数いいや。いいよ。うん。花火の数カウントいいわ。ちょっともうムカついたから長井先生煽ってきてくんない？長井先生、テルチャンピンに負けてるよって言って。俺3位でいいわ。テルの心折ってくんね。お前新人1年半の生主負けてんのかよっつって煽ってきてよ、もう。
そう、いや、ごめんね、ありがとう、付き合ってくれて、付き合ってくれてありがとうね。和道リスナー内向的だかんね。みんなお土産いっぱい買ったかんね、楽しみにしてて。みんなのお土産買ったから、東京に帰ったらお土産郵送するからね。みんな、みんなありがとうね。楽しい夜。お酒酔っ払ったな、今日。珍しいね。珍しい。え？あらめちゃん。え、ミポリンいらっしゃい。てか、先発行くんだね。先発行くの？やべえな。一日で先発は多分、あれでしょ、歴史にないでしょ。いや、あるはず。あるか。あるか。あると思う。うん。二千発はないか。日焼けしたら、あ、ミッツいらっしゃる。楽しいよ。沖縄楽しんでるよ。やっぱね、酒はね、何を飲むかじゃなくて、誰を飲むかだから。お土産システム。どこで飲むかじゃないから。誰と飲むかだから。まあ、いつ飲むかじゃなくて、誰と飲むかだから。今日は今ね、テルとね、コウちゃんとみんなと酒飲んでるよ。やめて、謝んないで、もう。やめよ。俺はもっと閲覧増やして、もっと閲覧増やして、もっと面白くなって、もっといい風景映して、もっと稼ぐから。俺が目指してんの1億だから。もっともっと、もっともっと、もっともっと、いろんな人に見てもらおう。いろんな人に見てもらおう。いろんな人に面白かったよって言われる配信やろ。まだ上がるんかい余裕かお前。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ダメ、あなたはダメ。あなたはダメ。わたさんで投げてきた。お前、小せえ男だな、ほんと。ほんと小せえよ。お前、そういうのいつか、1年後とか2年後後悔するから、マジで。大きく見てない。あ、もうダメ。こいつ小せえわ。小さい、小さい。はい、小さい。はい、小さい。ダメダメ。勝負だからないよ。スイマーが1日4000発。やばいな。上には上がいいんだな。でも、間違いなく言えるのは、スイマーよりも俺らの方が体張ってっから。間違いねえよ。うん。スイマーの方がイケメンかもしんないけど、ね、声がいいかもしんない、優しいかもしんないけど、俺らの方が命張ってるから。間違いねえから。うん。間違いねえから。そこはブレてねえから。何回死にかけたか。何回泣いたか。絶対間違いないよ。まあ、でもね、それがね。そう。家庭はダメだから、結果だから、結果。結果が全ての世界だから、シビアだよ。長い102発。長井先生、でも FC2 とかのトータルもあるからね。長井先生の平常運転にはなんとか勝てるようになったね。長井先生の平常運転にはなんとか勝てるようになった。それだけでも嬉しいよな。おやすみー、そそ、おやすみー。良い夜を。良い夢を。おやすみー。え、ホテルここじゃないの？ホテルどこ？花火ありがとう！特命さん10発ありがとう！花火ありがとうね！花火ありがとう！ありがとうございます！ありがとう！ありがとうね！閲覧2100、化け物だな。写真撮らないの？撮りたいでしょ？ちょっと、写真撮りたいって言ってたじゃん。撮ろうよ。ねえ、撮ろう撮ろう、3人撮ろう。ねえ、テルが撮ってあげればはずから。ありがとうね、こうちゃん。みんな沖縄ずっと付き合ってくれた。撮ろう。いきまーす。はい、チーズ。いけたら OK、 撮れた、綺麗に。また沖縄来たらよろしくね。あ、よし。うん。ありがとうね。ありがとう。頑張って、就職。
そう、頑張って楽しもう、はい、一緒に、はい、東京来たら連絡ちょうだい。あ、OK です。もてなすから。あ、OK です。うん、自分が泣いてたら、うん、泣いてね。ファンタスティックありがとう。お疲れ。じゃあ飲むか、今日は。飲もう。うん。飲もう。もう浴びろ。うん。喉チーンの蹴飛ばそうわ。飛ばそう。ありがとう。ダメだ。もう、欲の、青い痰が出る。生主に、元生主だわ。キャスやってたんだって。でも、閲覧が来なくて、やめちゃったんだって。ありがとう、サボちゃん。コウちゃんいい人だったね。9個ありがとう。サボちゃんありがとう。ありがとうね。サボちゃん無理しなくていいよ。面白かった時だけ投げよう。無理は嫌だ。俺はもっと面白くなるから。もっとみんなに愛される生主になるから。永井先生が今土下座して花火くださいって言ってるらしいよ。テルが1位で俺が2位で永井先生3位なんだって。で土下座して花火くださいって。さすがだよね。さすがだわ。なんなる詐欺師。猫将棋するよ。猫将棋。あ、もうこれはもう解決できません。すいませんでしたっていう丸までやるから。どういうこと？勝負だって230パターン。じゃあ俺会計払ったんだからいいだろ。まだ言うのお前。俺会計払ったじゃねえか。まだ言うのかよお前。全然だって。ふざけんなよ、お前。この金の払い方は納得いかねえわ。俺別に2万5千円とか、レッドロブスターとか別に全然さ、気持ちよく払えたけど、なんか納得いかねえわ、この金の払い方。うん、花火ありがとう。いや、飲もう飲もう。飲もう。どうもー。もっと勉強しよう。もっと勉強しよう。まだまだだな。もっと勉強しよう。もっと勉強しないと。あっち、汗が止まらん。え、これ、どこだっけ？まだ、もうちょい先。うん。あ、フェラーリ借りよう。あー、補定、補定、あんま似てないかな。フェラーリ借りよう。フェラーリ配置するわ。朝フェラーリで国際通りに行く。もう、200往復する。カットバッシュ。ずっと明日、フェラーリで4時まで、3時半くらいまでずっとフェラーリでずっと、国際通りに200往復くらいする。朝起きても、最低なやつだ、ほんと。最低なやつだ、ほんと。補定かっこいいでしょ。補定はかっこいいでしょ。あー、テル引かれる。もっと強くなりたいな。もっと配信極めたいな。もっと配信極めたいね。配信が俺は一番好きだよ。配信界で一番配信好きなのは俺だから。もっと上行きたい。もっと強くなりたい。飲もう、今日は。今日は飲むぞ。コッコは出会えないかな。どうだろうね。まあ出会うべくして出会う人は出会うから。出会わない人は出会わない。荷物置くだけ。
待ってる。あ、いや。ありがとう。あれどこだ。いっぱい買ったからね、みんな見て、お土産。なんだこのプルルって音。リスナーさんにお土産いっぱい買ったから、ほら、これとこれとこれと、リスナーさんにみんな送るからね。楽しみにしてて、応援してくれてた人、女の子にもいっぱい買ってあるから、女の子にもいっぱいプレゼント買ってあるからね。楽しんでね、みんな楽しみに待っててね。安いもんかもしんないけど、気分だけでもね、気分だけでも琉球を味わって。ちょ、着替えるわ、暑い。汗かいた。これ、おばちゃんが着る服らしい。うん、今日、畳じゃないよ。畳じゃないよ、今日は。暑い。何の音これ、トゥルルって。何なのこれ。何なの、暑いな。何着てこうかな。勝負服で行っていいですか、みんな。勝負服。やっぱ、リーバイスの G 版履いてこう。勝負服で行くわ。勝負服で。なんか、あいつ腹立つわ、ほんと。あいつは強え。あいつは強え。勝負服、いつもの服装に着替えます。あと、これ買ったから、これ。高光の鷹。いいだろう。高光の鷹と、鷹の爪のブレスレット買った。勝負服、リーバイスのジーパンでしょ？いつもの服装で、ちょっと行こう。いつもの服装で行こう。え、ベルトがない。え、ベルト、あ、俺ホテルにベルト忘れたもん、少しで。マジか。え、俺ベル、のんちゃんからのバレンタイン、どうしよう、のんちゃんからもらったのに。え、やべえ、俺のんちゃんからもらったやつねえ。ベルトがねえ。あ、マジか、俺のんちゃんからのなくしたかもしんねえ。最悪。マジかよ。はい。あ？俺、のんちゃんからもらったば、どうしよう。マジか。最悪。カルタと合流したい。え？カルタと合流したいな。で、あと、これ、片割れのピアス。これも、ちょっとプレゼントする。俺とおそろになっちゃうから。あー、のんちゃんのベルトなくしちゃったよ。めっちゃ高くない？てか、酒にある。あー、超悪いことした。酒。どこになくしたんだろう。うわ、最悪。うん、最悪。のんちゃんからもらったプレゼントなくしたわ、俺。そう。そう。バレンタインの。あ、のんちゃんに謝ろう。のんちゃんに謝ろう。いやー、悪いことしたわ。のんちゃんに悪いことしたわ。なんかさ、前、一番最初のホテルあるじゃん、うん、あそこでベルトの落とし物とか言われなかった？言われねえな。いやー、なくしたな、俺。何か忘れた。マジか。
え、いいわ。いいわ。いい。ベルトなかったらジーパン履けないかな。てる、こっち映さないでもらっていい？パンツ脱ぐから。うん。まずか。どうしよう。なんでベルト？なんでなくしたんだろう。あれでもめっちゃある、めっちゃある。ホタルガラス好きがめっちゃある。やばい買ったよね、二人でね。めっちゃ買ったな。アホみたいに買ったよね。アホみたいに握ってな。うん。俺がさ、2000円で買ったやつ、こいつ500円で買いやがったからね。すげえ、俺めっちゃ握るから俺。すごい、天才だと思った。500円じゃないと、俺、もう、俺前は家に帰るわ。もう、家に帰る。そう。これ、こんな買うから、これ、なんだ、これもうちょっとして、つって。だって、おばちゃんがもう帰れって言ってたから。値段の交渉が無茶すぎて、もう帰れって言われてたから。めっちゃもう、握り倒しても。すげえよな。ちょっと、神。これ言うけど、3万って書いてあった値札を、いきなり初っ端だから、5000円。5000円って言いたから5000円出して苦笑いしてそうで、はみたいな顔しょってるいいやん、もうここでいっぱい買ったやん、もうええやんっつって、もうええやろ、いいやろ、ええやろ、ええやろ、5000円でいいやろ、いっぱい買ったよね、いっぱい買ったよね。ちょっと面白かったの、おばちゃんがキレ気味だったのが面白かった。めっちゃキレ気味で赤字赤字赤字って言ってる。いいいい、これがそうなんだよね。でもな、多分もっと安くいけると思う。じゃあ清掃に着替えたわ。清掃に着替えた。ベルトなくなったけど。あ、ベルトがないのもう。そう、ベルト最初ホテルに多分なくした。あれか。え？え、ベルトあんの？あるよ。あ、じゃあもらうわ、テルからベルト。余ってる？2個持ってきたの。あ、マジで？1個もらっていい？え、それをくれるの？トミーって何？高いのこれ。分からん、これでも、うん、ありがとう。味が出とるよ、もうね、いい感じだ。テルからベルトもらったわ。ありがとう、チョコミントありがとう。おー、すげえ、5個もくれた、ありがとう。ありがとうね。旅は物なくすからね。最小限にもしないと。いやいや、いや全然2000円とか3000円とかもあるから。全然、でも、どうだろうな。500万って思うけど。のんちゃん見てるかな？のんちゃん見てる？のんちゃん見てたらコメント打って。どうしようかな、放送。そっち回すでしょ。俺回すけど、どうすんの。ああ、じゃあこっちの放送を切ろうか。切るの。うん、俺だって機材が重いんだもん。リュック去っていかないといかないから。じゃあみんな、テルのところに集合で OK ですか。テルチャンピン集合で OK ですか。 OK。 じゃあ皆さん、テルのところでお疲れ様でーす。お疲れっすー。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。